ホンダ RA-108 は、ホンダが2008年の F1 世界選手権3、専用に開発した、フォーミュラ1カー。参戦ドライバーは、ルーベン・スバリチェロとジェンソン・バトン。2008年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。2007年シーズンに使用した、RA-107 は、空力的に攻めた設計をしたせいか、非常に不安定なマシンとなり、兄弟チームである。 スーパーアグリカ1チームが使用した SA072 まで遅れを取った。2007年に空力設計主任にロイックビゴワがウィリアムズから加入。彼が RA108 へ新たな設計思想を見せたため、シーズン開始時点から当初の予想よりも開発の進捗度が遅れてしまった。また、チーム代表としてロス・ブラウンが加入したが、RA108 の初期開発には関与していない。 フロントノーズ上部についているフィンがダンボウィング、エンジンカウルの側面についている。小さなフィンがエレファントイヤー。フロント周りは当時の F1 では重心を下げることからノーズは低くなる傾向にあったがノーズが他のマシンに比べ高くなっている。これはイギリス GP 以降先端が下方にスランとした形状に変更されている。サイドポッドは 昨年同様ローバックダウンの処理を行っている。また、RA100 では見られなかった大型のバージボードを装着している。シーズン中もアップデートを行い、ダンボウィングやエレファントやシャークフィンなどといった最新のエアロパーツも積極的に導入している。しかし、トップチームに迫るほどの速さを得ることができず、チームは2009年に向けてリソースの大半を向けてしまったため、 開発がストップしてしまった。そして完成した RA-109、翌年の BGP-001 は9年にリソースを完全に振り向けたというロスの言葉通り非常に多くの時間をかけて丁寧に作り込まれた車となり、ブラウン GP のダブルタイトル獲得により結果的にロスの言葉やホンダ回一の技術力を証明することとなったが、景気の劇的な悪化における、 緊急事態を原因として、ホンダが F1 から撤退してしまったため、RA108 が、ホンダレーシング会1チームの最終作となってしまった。2008年マレーシア GP でセパン、インターナショナルサーキットを走行する RA108、入場は、わずか4度に終わり、コンストラクターズランキングでは、ポイント獲得したチームのうちでは最下位となる9位で、シーズンを終えた。 第13戦以降はブレンボを使用、ありがとうございます。